このセクションでは R スタジオ上で Python を利用する方法について紹介します。まず Python について紹介します。Python は R 言語と同じく無料のプログラミング言語です。データの前処理や統計解析、可視化に利用されます。R と比べると機械学習のパッケージが充実しており、近年のディープラーニングの発展、人気に伴ってユーザー数が増えてきています。できることに関して言えば、R と重複している部分がたくさんありますが、どの項目が得意かっていうのがかなり違います。で試験ですが、いくつか違いを述べさせていただくと、Python について言うと、強力な機械学習ツールが充実しています。一方で R は非常に多様な幅の広い統計解析が可能で、かつ作図能力が強力です。で非常に複雑な図もきれいに書くことができます。よくですね、R を使うのがいいかとか、Python を使うのがいいかっていう議論を目にするんですけども、R に加えて Python も使えると便利ということは間違いありません。一方で、Python 用の環境を R と別に準備するのは面倒です。そこで、R スタジオで Python が使えますということを紹介したいと思います。R スタジオから Python を使うには、レティキュレートと呼ばれる R のパッケージを利用するのが便利です。レティキュレートに関して詳しいことは、R レティキュレートと検索するか、もしくはこの URL にアクセスしてもらって、このホームページを見てみてください。で、ここにレティキュレートの詳しい情報が書いてあります。レティキュレートは他の R パッケージと同様に R スタジオの機能を利用してインストールすることができます。で、まず、ツールズのインストールパッケージを選んで、出てきたウィンドウの中の、インストールフロムのところでクランを選択します。で、次に、パッケージズの名前のところでレティキュレートと入れると、予測候補の中にもレティキュレートが出てきて、それを選択してインストールボタンをクリックすると、インストールすることができます。で、次に、ミニコンダについて紹介します。Python は、このアナコンダという、Python とともに非常に多くのライブラリを詰め込んだプラットフォームを経由して使用することができます。で、アナコンダは非常に有名かつよく使われているプラットフォームですが、多機能であるがゆえに容量が大きいというデメリットもあります。で、ミニコンダは、そんなアナコンダから必要最小限の機能だけを取り出したものです。で、Python とその他非常によく使われるいくつかの追加機能がセットになっており、レティキュレートはこのミニコンダの中の Python を利用します。で、したがって、レティキュレートを使用する際には、ミニコンダがインストールされている必要がありますが、次のスライドで説明するように、必ずしも、ミニコンダの事前インストールが必要なわけではありません。で、ミニコンダそのものについての情報は、ここに記載しているウェブサイトなどから得られるので、適宜参考にしてください。さて、レティキュレートをインストールした後、レティキュレートのライブラリをロードして、使用しようとすると、最初の関数を使用するときに、Python を使用するための環境であるミニコンダをインストールするかどうか聞かれます。で、ミニコンダを事前にインストールしてない場合は、ここで Yes を選択してミニコンダを導入してください。インストールが済んでいる場合は、ここで No を選択して、後で使用するミニコンダ環境を指定することも可能です。で、例えばですね、ここのコードでは、レティキュレートの、ライブラリのロードに続いて、使用するミニコンダ環境を指定しています。このような、関数を使うことで、ミニコンダ環境を指定することができます。さて、レティキュレートとミニコンダが無事にインストールできれば、Python コードを R スタジオから利用することができます。Python コードを R スタジオで書く場合も、R スクリプトの場合と同様に、R スタジオの中から新規ファイルを生成できます。で、ここではですね、アプリケーションのメニューバーではなく、R スタジオ内にあるこのプラスボタンから新規スクリプトファイルを作っています。で、ここを押すと、R の他に Python のスクリプトも選べるようになっています。で、こうして、Python の新規ファイルを作ると、このように、白紙の、ファイルが出来上がります。よく見ますと、例えば、ここ、Python のロゴが現れていたり、右下に Python を使ってますよという、表示が出ています。つまり、ちゃんと、Python のファイルとして認識されます。次に、Python におけるパッケージの導入について説明します。
Python も R と同様に様々なパッケージを提供していて、これらをインストールすることで追加機能を利用できます。で、R のプラン同様にパッケージを置いてある場所がいくつかありまして、で例えばここ、PyPI や Conda といったものが、メジャーなものです。で、他にもメジャーなパッケージ置き場があるのですが、ここでは省略させていただきます。で、Python のパッケージも、R Studio 経由でインストールできます。で、ここで1点注意が必要です。それは、Python のパッケージをインストールするために、まあ、レティキュレートの関数を使用するのですが、これらは R スクリプトとして、実行する必要があります。で、例えばですね、.r の拡張子をつけたファイルを作成して、以下のようなコードを記載すると、インストールができます。で、例えば、Conda インストールでパッケージの名前を指定していて、ここでは、NumPy という、数値計算用のパッケージをインストールしています。で、これは一番シンプルなコードですね。で、その他、ここでミニコンダ環境の名前を指定することも可能です。また、パッケージのインストール元、例えば PyPI ですね、などを指定することも可能で、PyPI の場合は pip イコール true とすると、ここからパッケージをインストールできます。で、最後に少しだけ Python を使った解析例をお示しします。で、簡単な Python コードを書いています。で、ここでは、この3行で必要なパッケージをインポートしています。で、一番上のコードで、データの図紙のためのパッケージをインポートしています。で、次のコードで、数値計算用の NumPy という、パッケージを NP という名前で、インポートしています。最後に、デモンストレーションで使うためのデータセットを、得るためのパッケージをインポートしています。でですね、RStudio 上で .py のファイルを開くと Python と自動認識されますが、最初のコマンドを、コマンドプラス Enter、これは Mac 環境下ですけども、これで実行すると、レティキュレートの関数が、自動的に起動して、R の環境から Python の環境に切り替わります。で、ここにありますように、最初は不等号が一つで R の環境だったけれども、自動的にレティキュレートが起動して、使用する Python のバージョンとミニコンダ環境を表示した後、不等号が3つになって Python の環境に切り替わります。でですね、Python の環境の中で Iris のデータをプロットしています。で、この Iris というのは、先ほど、R Studio の説明の時にも使ったデータセットです。でですね、Iris のデータをこのコマンドでロードして、Iris のデータの中から2つの変数を X、Y として取り出しています。で、この、一番下の2つのコードで、Iris の2つの変数の散布図を描いていまして、これを打ち込むと、R Studio のプロットが表示される箇所に、散布図が表示されます。以上で、レティキュレートを使った R Studio からの Python の使用についての導入を終わります。で、Python の勉強リソースに関して、ここで少し書いてますけども、Python そのものの学習リソースは、非常に多数ウェブにもありますし、教科書も、出版されています。一方で、レティキュレートの勉強リソースは、それに比べると多くありません。でですね、一個紹介できるのは、この機械学習ガイドブックというやつで、表紙にありますように、R と Python を使いこなすということで、R Studio 上で、レティキュレートを使って Python を使う方法についても記載されています。ですので、まあ参考になると思いますので、興味のある方はご覧ください。また、レティキュレートのチートシートっていうのも用意されてますので、こちらも参考になるかと思います。以上でこのセクションを終わります。